毎度皆さんこんばんは、秋葉王ことあきひろです。今日はね、お初やねんけど、フグの唐揚げ、それと野菜の天ぷらで一人晩酌をやっていきたいと思います。ということで早速やっていこう。はい、今日のセッティングこんな感じですね。久しぶりに登場した天ぷら鍋でしょ、それとフグの唐揚げ、それとスルメイカ、大根おろしに天ぷらの衣の素ね、それと各種野菜です。ということで準備が整いました。ではでは乾杯。いやー、相変わらずうまいね、アクアゼロ。うん、ちょっとビールなくなったからさっき入れとくわ。でね、今日はまあ天ぷらやねんけれども、なんでこの天ぷらするようになったんやったら、さっき見てもうたやんか、スーパー行ったらさ、こんなん初めてやったわ。フグの唐揚げ、フグにそのなんていうの、唐揚げのなんか元っていうの、こんなんをくるめて、ほんでフグの唐揚げってパックになって売っとってん。で、これうまそうやな思って、ほんで唐揚げするんやったらまあまあこれ揚げ物やんか、ほんでまあついでに野菜の天ぷらと一緒にやろう思って、だから今日はお肉ないんやけれども、一応フグの唐揚げをメインにやっていこう思ってんやんか。それとね、見てもてに、これこれスルメイカで、このスルメイカを前に凍った生千枚のタレというか、このね、チョジャン、これね、成田食品さんやったっけ、のチョジャンで食べていこうかなということで、まあまあ簡単にね、まずはこのチョジャン生千枚のタレをね、こういうところにタラーっとこう絞っていって、まあこんな感じでね、赤いやつね、赤いタレで、これでなんつうの、このスルメイカを食べていこうということで、まずはね、簡単なお酒のあてやからね、こんな感じね、スルメイカ、これボイルしたあるイカやねん。で、からし味噌とかそんなんついとったんやけどね、まあ一応生千枚のサラダでいこうかな思って、こんな感じでいっときまーす。うん、うん、このコリコリ食感たまりませんな。これでビール、いやーうまいわ。生千枚ほどコリコリせえへんねんけど、一応この何ていうの、イカの食感もさコリコリやんか。で、何回も出るこのコリコリ食感に今も似てもらったこの生千枚のタレ、チョジャンね、よう合いますわ。これこれこれチョジャン、決してこれをおすすめしてるわけないやけども、一本あったら重宝するでいうことでな。うん、そういうことで、とりあえずほんならまあ天ぷらとかまあいろいろやっていくんやけども、まず、今日はね、一応まあ最近これ使ってる岩塩ね、アルペンザルツの岩塩、安いスーパーで売ってた、安いスーパーで売ってたちゃうな、スーパーで売ってた安い岩塩ね、最近これハマってんねん。で、今日はそれと、これ天ぷら言ったらこのね、天ぷらのだし、それと、また今日も頑張ってやりましたね、大根おろしね、大根おろしを、だからここに、だらっとこうね、いっぱい入れる、取れる、いってな、いっぱい大根を入れとこう、こんな格好でいい、んならちょっとこれを研いだら、このほんま何、天ぷらの出汁が大根まみれだと思った。こんな格好だと思った、こんな格好なあ、ええ感じや。んで、早速ほんならこれちょっとどんなんか分からへんからね、初めてやねん、こんなフグの唐揚げ。あんまりフグの唐揚げってさ、普通お店とか行っても食えへんから、ほんでこんなん売っとってね、ほんでこれ骨ついてるんかどうか分からへんけども、なんかそのままやったらいけそうやったから、とりあえずまあ1個揚げてみよう。なんていうの、唐揚げの粉みたいなのついてるから、多分このまま揚げたらええと思うね。このままいってみるわ。なあ、こんな感じやな、ちょっと2つほど入れとこうか。ほいで、天ぷらと唐揚げって一緒にやったらあんまええことないんかな、その辺全然分からへんから。なぜあれやろ、天ぷら言うたらこの天ぷらの衣につけて揚げるやんか。ほんで唐揚げ言うたらまあ鶏の唐揚げでもそうやねんけど、なんつうの、唐揚げの元になんか浸してて、ほんでそれを揚げるんやろ、ほんでそのまま食べるもんな。だからどうなんやろ、スパイスが効いてるからあんまりええことないんかな、ちょっとそこらがよう分からんから、何とも言われへんから、ちょっとまあその検証も兼ねてやってみよう。この天ぷらのこの何ていうの、脂っこい匂いというか、なんか揚がってるっていうこの匂いがええね、この匂いと音、これたまらんわ。うん、この匂いと音で、ビール、
うまいな。でね、今日はあの久しぶりに野菜、あの最近ハマってるね、この白ネギと久しぶりのこのお茄子、それとアスパラね、それとここが、椎茸と、おいでこのね、串、なんていうの、つまようじ刺してるのが玉ねぎをうまいことあのバラバラになれへんように調理して、おいでこっちの白いのが大根、こんな格好です。まあ最近ね、野菜あんまり食ってなかったし、な天ぷら言うたらまあお肉とかそんなもんええんやけども、やっぱり野菜がメインやんか、そういうことで、で、フグはええんやけども、早速、ほんなら何入れよう、あ、こういうさ、ちょっと待って、そやね、これ大根と、で、さっき言ってたやん、なんていうの、玉ねぎをね、こんな風に切って、ほんで串刺しにしたんで、だから、これこのままで揚げれると思うんだよな、だから、これちょっと入れとこう、こうね、んで、大根はどれでいく？大根これでいるよ、大根ね、これ大根もな、ちょっと時間かかんねん、だからこれ揚げとくわちゃう、入れとくわ、何言ってんねん、んで、こんな感じでいい？フグとかはこんなんどうなったらできるんやろ。うわ、なんかこれめちゃめちゃええ色なってんねん、これ、うわ、ほんま、うわこれ見て、これ皆さん見ていただこう、ほらほらほら、めっちゃええ色、こんなんええんかな、これもうできてるんやろか、なんぼなんでも早いよな、そうでもないの。こっちは、うわこっちもめっちゃええ色、うわこれ最高やな、見てみて、ほらこれできるんかな、もうええの、もうええっていうか、これはでもあれやな、唐揚げやからそのままで食べた方がええやろな、つうことはちょっと待ってや、できてるかどうかが分かれへんからね、こんな色はええんやけどね、これこんな感じで、ちょっとこれこのままで食べてみようか、どんなんやろな、骨とかついてるんやろか、ちょっといってみるね、あ骨ついてるわ、うんうん、ちっちゃい小骨みたいなついてあるわ、うん、一応さっきできてるみたいなかっこいいな、ちょっとせやけど味が薄いか分からへんわ、あーこんなんどうだよ、あ、白身魚みたいな歯応えやわ、白身魚のなんていうの、唐揚げバージョンやねんけど、ちょっとやっぱ唐揚げのなんていうの、味が薄い、だからどっちかやったらこれあれやな、味ついてるなんかにつけた方がええか分からへんわ、ちょっといっとこう、こういう薄っぺらい骨ついてあれば、そうか、白身魚みたいな感じやなこれ、うん、うまいうまい、うまいというかまあ珍しい食感やな、でこれは玉ねぎと大根は時間かかるから置いといて、ほんならまあこれ置いといて、せやね、あ、これあれちゃう、こういう、あ、そうかそうか、それよりこれこういうのをさ、こういうのをこのお世話から早速岩塩、アルペンザルツの岩塩、これまぶしたぞ、や軽くちょっとまぶしてみたいんだね、味がちょっと薄かったから、で、これいってみるわ、ほこほこ、うん、こういう、なんていうの、薄い骨あんまり、なんていうの、骨ついたお魚得意じゃないんやけども、これでビール、うまいな、こっちの手何してんので、ビールね、おかわりおかわり、ビールおかわり、もうあれへんやんか、ビール取ってくる、つうことでビール取ってきた、ビールビールビールはうまいな、うん、ええ感じええ感じ、はいはいはい、2本目ですせ、まだこっちはできてないわな、玉ねぎと大根時間かかるからね、それとあと時間かかるって何、あ、そうか、お茄子ちょっと野菜さっきちょっと入れとくわ、これね、お茄子ちょっと取って、で、こういうさ、最近ハマってやん、白ネギ
白ネギもな、結構これ白ネギ最近好きやで、これ柔らかなったらめっちゃ美味しいから、でそれをこう天ぷら粉にこう入れたから、でこれを浸して入れよう、でこれも入れてしまおう、でこれはお茄子やね、お茄子また切れ込みに頑張って入れました、ということでこれもお茄子も入れる、ほいでその間はどうする、あこれ食べようや、これこれスルメイカね、スルメイカですわ、スルメイカをこんな感じのチョジャンにチャラッとこうつけて、ちょっとたっぷりつける方がいいからね、これ赤いやつね、うん、ほんまにこの味わいええ感じやん、うん、うまいうまい、このコリコリ食感にほんま抜群の味やわ、ビール、あーうまいね、うん、ええ感じ、ええ感じかい、この辺はちょっと頻繁に返してた方が、でもあれかな、考えたらこの白ネギって今まで天ぷらやってなかったっけ、焼肉ではようやってたけどな、白ネギあんまやってなかったかな、でこのお茄子な、お茄子もちょっと返しておこうか、でこっちがあの玉ねぎとかな、この大根なんかは特に時間かかるからな、でも玉ねぎなんかもうええやろか、ちょっとええ色に焼けてんねんけど、焼けてる言うたらおかしいけど、こんなもんかな、よくねコメントいただいてたらさ、アビートちゃん、秋棒揚げすぎやでっていうのがあんねんけど、これ皆さんどう思います、できてる、こんな感じで裏こんな感じ、良さそうかな、これこれちょっといっとこうか、で早速ほんならこのね天出しにつけるわ、天出しにこうつけて、一応ね崩れへんようにこのなんていうの、爪楊枝で刺してみてんけどね、でこの大根おろしにいっぱいこうつけて、んでちょっとここでいってみる、あ、できてるわ、めっちゃうまい甘ー、うん、そうかそうか、ほんで、ちょっと待って落ちるんだよ、ちょっとこの先にこの爪楊枝を取って、ほいで崩れへんようにこう持ってやね、これでいっとく、甘い玉ねぎ最高にうまいな、これでビール、あーうまいわ、うん、うまいうまいうまいね、やっぱりこの玉ねぎのあの天ぷらやな、うまいわ、ということでこのネギ、白ネギかってあんな食感になるんちゃうかな、このねさすがに大根は時間かかるから、ほんで、あ、早速このフグな、フグ入れていこうな、ここかよっこいしょ、フグね、これ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 をやね、よっこらせ、またこの辺、身だけってあるんかな、ここは骨ついとったからな、これさっき小骨ついとったやつ、このやつで、今入れたやつは、わ、危ない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 、気付けなあかんで、さっき入れた身だけのやつもあるんやろかな、ちょ、なんとも言われへんけどな、で、スルメイカいっとこう、スルメイカイカイカ、イカの足、ええ感じやな、んで、チャラッとこうつけて入れる、よっこいしょ、こんな感じだね、うん、ほんまにうまいな、うれしい、なくなってほら、もうちょっと返しとこうがいいかい、このネギとか、このあれね、天ぷらって浮いてきたらなんか出来上がりとかいうのなんか聞いたことない、そんなんなかったっけ、ちょっと返しといて、大根はさすがに時間があるもんな、でここにはこれ何やった、フグか、フグやな、あとは、あ、しいたけ入れよう、今日なめちゃめちゃでっかいしいたけ売っとって、これ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 、こんなやつ、こんなんね、これでっかいやろ、でこれをし
シャラッと包丁に切っていって、んで、このな、傘の方に、溜まってまうから、傘の方に溜まってまうから、傘の裏に溜まってまうから、なんていうの気ぃつけんとな。気ぃつけんとなって何を気ぃつけながら。んで、こう、なんていうのすくうて、この天ぷら粉ってな、天ぷら粉、天ぷらのこの衣の、これ何やったら溶かしてるやつ、天ぷら粉でええの天ぷら粉をな、こう、切る方がええんやろ切る方がええって。なんか言葉になってるかいよくわからないけど。結構入ってる。これもネギ、ええ色なってんねんけどな。これこれ。これ。皆さんちょっと見ていただこうか。ええ色になってんねん。色だけではあかんのかな。持ったか、持った感じやらかいんかな。これ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 。おネギやね、これ。白ネギ。これいけるんかな。ちょっといけそう。なんか持った感じやらかかったな。ちょっと俺いってみよう。できてるかできてんかわからへんけどな。これ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 。こんなネギ。これね。これを、チャラッとこの大根たっぷりの大根おろし。大根おろしは。大根たっぷりの天だしに入れてみました。いってみよう。めっちゃやらかい。これ最高にうまいぞ。ビール。うまいうまい。これめちゃくちゃええ歯ごたえ。もう柔らかいで、もうこの上でええわ、これ。で、あとね、大根は時間かかるもんな。で、これは椎茸な。ちょっと返しといて。で、お茄子も返しとく？お茄子もちょっと返しとくか。んで、フグはまだやもんな。このネギめっちゃうまいよ。これこれ、白ネギ、これ焼肉のネギよりめっちゃ柔らかいわ、これ。めっちゃ、めっちゃ柔らかって。んで、なんていうの？歯ごたえがめっちゃええねん。んで、甘い。最高やで、これ。ネギ。んじゃ中飛び出しよった。うん、あっ、めっちゃ甘なってるわ。この白ネギの天ぷらめっちゃうまいぞ。おいでビール。うまいな。もうフグいけそうちゃん。これなんかこれかこれ、ええ色やな。あ、これさっきの白身と一緒やから。ほんでどっかにフグあった？もう一個あったんじゃ。どこ行った？え、もうなかった？フグ。あ、くっついてるやんか、椎茸に。あ、ちゃう。大丈夫？これも、色やな。色やな。これでも、フグって、なんていうの？白身魚の一種になるんかな？さっきは何で食うた？岩塩やな。岩塩で食うたから、ほいだら、もう一回、これが骨ついてるやつやねん。これがね、これが骨ついてるやつって、で、ちょっと軽くこの岩塩にチャラッとこう振って、で、これでいってみます。こんな感じ。フグですよ。いっときます。うん。美味しいんやけど、どうしてもな、ちょっとこの、小骨とかがあるから、これはちょっと辛いな。で、この身ね、ちょっとこの身。ちっちゃい骨があるからな。これがやっぱりちょっと食べにくいんだ、食べにくいんだけど。まあ一応な、フグ言うたら高級食材やんか。で、あれやろ、なんか関西が一番なんかフグの消費率多いらしいな。なんかテレビで言うとったけども。僕はあんまりフグ食べへんねんけど。うん、うまいうまい。白身魚っていう感覚やな。何やろ、やっぱり貧乏人なんか分からへんけども、あんまりフグを食べて、わあうまいなーこのフグっていうのはあんまないわ。珍しかったからこうできて。ビール、うまい。でもね、フグってなんか高そうなイメージあるけど、そんな1000円かってん。このワンパック980円ぐらいってん。だから、まあまあ、980円ぐらいって一回ちょっとな、フグ食べてみようかな思って。ほんまに普段フグなんか食えへんから、
こっちのこのフグはこれなんか身だけなんかな。ちょっとこの天出しにつけてみようか。これなんか身だけそうな、なんかなんていうの、形はすんねんけどやっぱり骨ついてる。ちょっといってみよう。いや身だけや、うん、これちょっと骨あった。あ、でも唐揚げよりこの天ぷらのだしとの相性の方がええか分からへんな。味付け的にビール、うまいな。こういう椎茸とかは早できるんじゃん。あ、こっちのナスなんかもええくなってる。ちょっと揚げとく。この大根な、ちょっとあの色はええんやけど、どうやったらちょっとまだ分厚切りすぎたんかな。どうやろ、とりあえず、お茄子からいこうか。お茄子、これはええ感じかい。ちょっとあの切り目入れたんやけど、なかなか花開けへんわ。こんな感じで、ほらこんなで、これを、ちゃら、うわ、なんか柔らか、うわー柔らか、柔らかいぞこれは。で、大根の塩こう絡めて、で、いっとこう、いっときます。やらか。やらかいナス、うまいな。ほいでビール、うまいな。うん、なんかプクプク言うてるで。プクプク言うてるのはこのしいたけさん。しいたけさんちょっとあげといた方がいいんかな。ちょっとプクプク言うてるから、あげといて、上がっといて、あなたたち。で、その間にこのね、大根がどんなもんやろな。今ちょっとね、温度、ちょっと何、さっき180度で、今180度で落として、どうしても焦げそうな色になってるんやけどもな。大根ってなかなかできへんからどうかなと思うねんけど、一応言ってみよう。大根を、大根、何、大根おろしたっぷりの天出しにつけていっとく。あ、これはええわ。うん、ね、前になに、天ぷらの動画見てくれてはる人は分かってると思うけど、ほんまにね、この大根の天ぷらってめっちゃうまい。食感はね、なんていうの、おでんの、大根あるやん、めっちゃ味の旬だやつ、染み込んだやつね、めっちゃ柔らかいやつ、あれの味がせえへんバージョンやね。揚げてるだけやからね。これはうまいわ。うん、熱っ、大根。うん、うまい、うまい、ビールなあ、うまいわ。そういやー、この間ね、ほんまにオフ会ちょっと前やったかな、やって、去年に続いてね、今年もつ鍋オフ会やったっけ、皆様多数に来ていただいて、めちゃめちゃ楽しかったわ。って、何やってんの、残骸でなんだな、残骸、この頃なんていうの、天かすやな。これなんで天かす、これ取った方がええんやな。それは取った方がええんや。ちょっとお掃除もこうせんといかんやろ、こうね、お掃除をしてやね。これこういうのあったら便利やろ。これ100均やったのかな、100均ちゃうかったのかな。最近やっぱりね、家でこういうなんていうの、天ぷらとかするから、天ぷらの残骸をこうかき集めるのなんかないかなと思ってずっと探しとって、なこれがあってめちゃめちゃ便利やねこれ。そういうことで、その前にこのしいたけ、これいっとこう、しいたけな、こっちからいっときますか。あ、大丈夫いけるか。こんな感じで、これ結構大きいしいたけでしょ。これこれで、この裏側に大根おろしをたっぷりこうのせて、で、こんな感じでいってみよう。うん、柔らかいわ。これほんな天出しとのマッチング、相性抜群。ほいで、大根おろしいっぱい絡めたった、こんなん。うん、うまいわ。ほいでビール、うまいな。やっぱあれやな、この
しいたけは結構早よできるな。うん、しいたけはやっぱりこの天ぷらに最高やわ。あ、そう考えたらあれやわ、今日、いつも天ぷらで使ってるちくわ粉でも忘れた。しいたけ、こう、なんつうの、大根おろしを絡めてこれね、上に乗せて、感じやろ、いとこ。一口でいったった。見える。うまいな。じゃんじゃん、ほんならこのフグ入れていこうか。このまああのフグ結構あれやな、鶏とあの脂肪って洗うの早いな。これで小骨があるからこれ結構めんどくさいから、ちょっとフグ小骨とかあるんかどうか知らんねんけど、ちょっと何個か入れとくわ。こんな格好でね、くっついてあかんで。その間、ほんならこのスルメいこうか。スルメな、あ、これなんかイカらしいね。これちょっとイカ、なんていうの、イカの輪になってるわ、こんな格好。これ2つちょっとまとめてみてんけど、このチョジャンのタレ、このな、タレな、たっぷりつけるの好きやねんな、こんな格好で。うん、この甘辛いタレの食感にこのイカ独特の歯応えね、そこまでコリコリはせえへんねんけど、生千枚ほどは。でもほんまにこの、うん、甘辛いタレの食感にこの歯応えたまらんわー。ビール、うまいなー。うん、もうええ感じかねえ。そのね、オフ会行った時も皆さん言ってくれなかったけど、僕の動画見て皆さんね、一人で晩酌してはるみたいなんですけどね、楽しんでいただいてるようでよかったですわ、ほんまに。うん、こうやって、なんていうの、もう寂しいとか言い出したらきりない話やけどね。とりあえず晩酌なんでさ、なんていうの、自分だけ楽しんだらそれでええやんな。あまあ外行っても最近さ、そうそう、最近そんなに外行ってない、行ってないこともないか。行くやんね。ありがたいことにね、ほんま最近は、なんでな、この動画撮ってるからかもわからへんけど、ほんま一人でもちょこ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 いろんなとこ行くようになってきたんだわ。うん、まあね、ちょこちょこ最近行き始めたから、またね、なんでな、いろんなとこ行こうかなと思ってるしね。ほんで、なんでな、焼肉とかまあそんなもんええんやけども、ね、ちょっと変わったスイーツ系とかさ、そういうのもちょっとデビューしようかなと思ってたけど、またいろんな店行くと思うんで、また、なんていうの、外食動画とかを楽しみにしてはる人は、また今後ご検討としがる、なんていうの、お待ちくださいねっていうことで、ご期待ください。よろしくお願いします。ということで、もうフグ上がってきてる。まだか、なんぼなんでもまだやな。ちょっと上げとこうか。その間にこの、スルメね、スルメイカ。ちょっとちっちゃいのとかあるからな、まとめて、こんなもんでいいかい、まあ、いいか、こんなもんでいこう。こんなもんで、これをタラッとこうつけて、これでいける、こんなもんでいこうか。うん、うまいですな。これでビール、いやー甘いなー。うん、そうそう。でね、前のその何のオフ会の時でちょっと早めに行ってさ、秋坊に会いに来てくれてはる、会いに来ていただける人やったら早く来てねーって言ってて、そこでびっくりしたんが、あれー結構何ていうの、今風っていうかな、そんな感じの人っていうか、すごい誠実そうな、誠実そうな青年って言い方もおかしいね。すごい好青年な子がおってね。で、秋坊さん会いに来ましたって言うたんやけど、ね、言うたんやけど、したわって。言うてはったんやけどね。で、僕参加できへんからっていうふうに言いはるからね。え、なんでとか思ったら、僕高校生なんですよっていう男性がいてはってん。男子のね、子が。ね、お年聞いたら17歳やったかな。18歳やったかな。なんかそんなんで、ね、僕の動画を楽しみにして見てもうてるらしいねん。ほんまそれ聞いて、いやもう男子高校生で、その俺の動画を見てくれてるなんてありがたいことやなってめちゃめちゃ思ったわ。もうほんまに、もう感謝しまくりでありがとうございますって言うとったもん。
そういうことで、もうええ感じ。なんか色的にはええ感じに仕上がってそうやな。んで、これなんかええ色やな。ええ色、ええ色やな。これ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 、ほら、ええ色なってない、これな、にゃって。ほんで、これもええ色か。ええ色やな。これも、ほれ、こんな感じ。ほれって。ほんで、これも、こんな感じか。これ野菜よりでもフグの方ができるの早いんちゃうか。これがフグのやつね。こんなやつ。フグの唐揚げって、皆さん食べたことあります？これは何でいく？せやな、とりあえずは、このなんか、身になってるんかわからんけど、これはちょっとまた岩塩でいってみましょうかい。こんな感じでよろしい？軽く振って、んで、ちょっといっときましょう。絶対この骨あるやろな。こんな感じで。うん。ねね。この、白身魚みたいな格好。うん。だから、僕はあんまフグ食べたことないから、どうだろう。表現がほんまにね、白身魚の、食感ってあるやんか。あれの、どっちかで天ぷらバージョンやわ。あんまり唐揚げみたいに、なんだろう、鶏の唐揚げみたいに周りがサクッて言うて、その衣に味がついてるような感じはあんまりせえへん。だからほんまに白身魚をちょっと揚げたような感じの、食べ応えのシャワー食べた感じやな。いっときます。うん、このな、やっぱり骨がちょっと面倒くさいな。うん、オッケー。そうやな、フグ言われたら、ああこれがフグなんか言うねんけど、何ていうの、ええー、とこ育ちじゃないから、フグなんかそんな食えへんから、何ていうの、フグや言われたらフグやし、白身魚や言われたら白身魚やし。そうかけたらもったいないな。いいよ、うまいな。行こう行こう。これがで骨ついてるやつだな。でこれ、あ、考えたらさ、これ合わんと思うけど、これにつけたらもったいないやろかな。ちょうじゃん、ちょっとだけつけて、あ、なんかケチャップ的な感じに気が、なんていうの、味わいがするわ。なんかもったいないと、まあ確かにもったいないな。うん、こんな感じね。白身魚やんか。うん、あっちあっち、ほんまにほら白身魚や。うん、おいしいけどな。おいしいけど、その鶏の唐揚げみたいにあんまり歯応え自体はないな。うん、まあ残念言うたら残念やねんけど、まあまあ、さあ、今日はこれでいいんやけども、いっときます。あっ、この部分は今、身がヨウさんついとったわ。うまい、ビール、うまいな。うん、そうか、身のついてるとことついてへんのかな。あれな、このフグってどういう風にさばいてるんか見たことないからな。ここポロッと取れたわ、こんな格好。うん、そうか、フグか。ホイゲビール、あ、ビールないわな。ビール補充、さーっとアクアゼロ。本日も、なんていうの、皆様に、あんまりご購入いただけてないアクアゼロ。誰かコメントであったで、アクアゼロ、なんやった、どっかの酒屋のところで見たでとかいうコメントがありましたわ。でも、何人かいただくんやけど、アクアゼロ探してんねんけどもないねんっていう人が圧倒的に多いみたいな。あ、まあ、それはしゃあないとして。で、何せ、何も入ってない、何も入ってない。あ、これでや。アスパラ、アスパラ久しぶりやん。アスパラはどうする、先っちょか、
根元、根元やな。先っちょはあんまりそんなのつけへんもんな。で、根元にこうつけて、このままいこうか。こんな格好で入れへん、入れへんから、ちょっとこう曲げて入れてみよう。大丈夫か、入れへんぞ。いける。ちょっとこの栗をカップにしといて、ほんで、茄子入れよ、茄子ね。茄子をこう入れて、返すかい。で、返して、んで、このせっかくさ、切れ目入れたんやけど、なんか知らんけど、今日開けへんぞ。これなんでや。その、調子悪いんか、調子悪いんか、でもちょっとおかしいな。アスパラこう入れといて、アスパラね。ほいで、あ、またこの、大根いっとこう、大根。ちょっと時間かかるからな、大根。大根を、こういう風な、カッコにやって。この大根ほんまに、食感やで。やったことない人、一回やってみ。さらっとこう入れて、立ったらあかんから、横にして。んで、これいっときましょうか。この、ね、スルメイカ。スルメイカな。スルメイカうまいかな。スルメイカ。を、こう、チョジャーに、こう、タラッと、こう、つけて、こんな格好で、いとこ。うん。うまいね。ビール。うまいな。うん。なあ。ほんまにオフ会もそうやねんけどな、いろんな人に見ていただいて、こうオフ会も来ていただいて、ほんまありがたい話やわ。まさか、もう YouTube やりだしたどのぐらい？ 2 年ぐらいか。じゃねんけどもね、まさか、ね、チャンネル登録者が1万、今なんぼや1000なんぼかなってのかな。まさかそこまで増えると思えへんかったし、ほんまに、なんていうかな、興味本位でやってどうなるかなと思ったのがまず出発やって。ね、なんでの？そのやり始めたきっかけとかそんなんはね、動画ね、見てくれてはる人ご存知かわからないけど、最近ブログやり始めたね。早くしなくて、ブログやり始めて。で、そこに一応さ、動画とかにしてないところとか、なんでの？その始めたきっかけとかさ、動画にやってないその裏話とか、そういうのをちょっと載していこうかなと思ってブログやり始めたやんか。だから、またフォローしていただいてない方っていうのかな？またブログよかったらご覧くださいね。また概要欄に、URL 貼ってますんで。アドレスね、貼ってますんで、よろしくお願いします。つうことで、アスパラなんかはもう、色変え。アスパラなんかな、結構早い仕上がりちゃうの。うわー、これなんか、仕上がりになってない？お店の仕上がりみたいになってない？これちょっとほんで、ナス返しといて。これ何やった？だ大根や。大根は時間かかるやろ。だから、アスパラな。アスパラは結構ええ感じちゃう？これ。ちょっと、ふにゃってるけど、こんな感じになりました。で、これを、こうつけて、ええ感じに曲がるやろ？これ。で、これに、こう、たっぷり、大根おろしを絡めて、これでいこう。いこういこう。うん、やばい、柔らかいわ。熱いけど、このアスパラのその繊維の食感が残ってる、これがうまいな。ホイデビール、あーうまいな。うん、おナスええ感じ。あんまりな。うわー、これ花開いてきた。だんだんこれええ感じやな。ええ感じやから、ナスってもうそんなにあれんでもええんかな。ちょっと早いかわからんけど、このぐらい行ってみたろ。あんまりね、よくコメントいただくね。あ、希望上げすぎやとかいうのあるから。このぐらいでどう？こんな感じで。裏、こんな。これ結構ええ感じちゃう？なんか、もうなんか持った感じとか、何だろう、触った感じ、良さげな感じやで。んで、行ってみようか。こんな感じで。うん、あ、このぐらいが結構ええわ。パリッとしてて、中が、なんていうの、ふにゃっとしてるわ、ええ感じ。うまい、ビール。うまいなー。うん、ええ感じや。うん、大根はさすがに時間かかるし、
今日時間かかるのは何？さっきでも食うたこれ白ネギ、これめっちゃうまいぞ。うん、白ネギ入れとこう。白ネギのこの硬いところ、これ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 をやね、このね、あの天ぷら粉にこうつけるやろ。んでこっちの長い端の方でこう入れて、ほんまにな、これめっちゃ柔らかなとってん。さっきもめっちゃええ色で、これおすすめやぞ。白ネギ、白ネギでもでっかいね、これでっかいやつが売っとってん。でこれはこれで置いといて、ほんでフグ入れよう。フグな、フグも結構こんな格好、フグ、こっち側でフグ入れとこう。こんな格好でフグね、フグ、フグになんか天ぷら粉つけたらどうなる？ちょっと天ぷらのところ入れてみて、これちょっとな、唐揚げの素がついてるところに天ぷら粉をつけたかっていかんかなと思うけど、まあいいやな、入れてみようなあ。んでちょっと待っとくか、っていうかこのネギいい感じ。これ焼くよりも揚げる方が早うできるんかね。ぼちぼちええ感じかい。ネギなんか浮いてきてるけどな、ちょっと色がまだ薄いもんな。この辺がどうかなと思って、この辺すぐはくっついてしもた。ちょっと待ってや、ちょっと離れてね君たち。んで今天出しちょっと足してきたんで、ここになんか強力大根おろし、これを入れとこう。大根おろしな、これはたっぷり入れるもんだな。こんな感じでええかい。んでこれを大根おろし溶かせる。でまた出来上がりで、大量の大根おろしの天出し出来上がり。ということで、もうちょっとこのネギこのぐらいでどうやろう。これはなんぼなんでもまだかい。ネギちょっと早いかいう感じ。さっきなんかふにゃっとなったからね。これ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 、天出しにこう絡めて、ネギですよ、白ネギね、あの白ネギのあの何か太いところ、白いところね。中身飛んでいった、まだ飛んでった。でも柔らかいわ。このぐらいで白ネギ抜群、バッチリやわ。これこの白ネギ抜群やわ。これ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 、ほんま焼くよりめっちゃ早いわ出来上がんの。要はね、焼肉の時にこれ焼いてるけど、焼くより揚げる方がダントツ早いしうまいわ。うん、これええネタなんで、ええネタ、ええ当てやと。あか、うん、この食感とこの繊維質が残ったこの歯ごたえたまらんわ。ビールうまいな。うん、皆さんはその晩酌するときは主にビールですか、焼酎とか日本酒とか何が多いんかね。あの前にね、なんていうの、オフ会に来てくれた人で女性やったんかな。女性の方でもね、やっぱり晩酌好きな人は好きなんやねんな。そういうことで何やってんの今。大根はちょっと時間かかるから、このフグがええんちゃう。フグで、これフグやろ。でこれが天ぷら粉つけたフグか、だから白なってるな、やっぱり。これを食べ比べしてみようか。これやっぱりな、そこで今思ってきたんやけど、あ、やっぱりなってなんか発音おかしなったけど、唐揚げ言うたら味が薄かったけど、ちょっとさ、このポッカレモン持ってきてん、レモン味だから、まあレモンでもどうかなと思うけど、このねフグあるやんか、フグにちょっとポッカレモン絞ってみる。こちゃーっとレモン味、レモン味で食べたらどうやろ。いってみよう。これこれこれ、あー、これはさっぱりやな。うん、うん、おいしいわ。はい、あくっ、いいや、
うまいな、うん、うまいけど、どうやな、やっぱりまだレモンよりはこっちの岩塩の方がええかね。ちょろっとこうかけて、んで、でもこれほんまフグってどうだろう、イカとかやったらイカ食うてるいう感じするから、ほんまフグ食うてるいう感じわからんわ。あの単に僕貧乏人やから、なんでのこういうの出されて、あと要はあるやん、何食うてるかわかりますかやつ、あんな絶対わかれんわ俺。おいしいおいしい、うん、美味しいけど、もうこの大根ええんかな、ちょっと揚げとこう。こっちが、これ天ぷらやからな、天ぷら粉つけたから、天ぷら粉つけたから、ほんならフグですよ、フグに天ぷら粉つけたですね。ほんならこれは天出しでいってみよう。こっちの方が味がええか分かれへんな、いってみよう。うん、ほらほんま白身魚みたいな感じだよ。うん、でも、うん、天出しとの相性はよう合うな、これ合うわ。うん、合うかい。うん、うっすらこの天ぷら粉の味とで、天出しよう合いますわ。ビールビール、ええ感じだね。うん、このさ、でもスーパーって何ていうの、だん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 行っとったら楽しくなってけへん。今日はなんか、あ、こんな違うもん売ってるやんとか、今日のそのこのフグの唐揚げセットもそうやん、ちょっと入れとくわな、唐揚げセットもそうやん、こんなん今までなかったと思うねん。たまに意表をついてさ、うちのスーパー、強行でいたのは、スーパー万代やねんけどね、万代ってあれは大阪しかないんかいな、よくわからんねんけど、うちの近くにね、ライフとマンダイとスーパータマでいうのがあるね。で、この、なんていうの、ライフとスーパーマンダイは多分、どこの地域でもあるようなとこやねんけど、スーパータマでいうのはこれ大阪しか多分ないと思うねん。で、なんやったら、なんかのテレビでもやってんねんけど、スーパータマでってめちゃくちゃ安いねん。1円セールとかもやってんねんか。だから、ほんまにこう、僕らみたいな庶民にはありがたいんやけどもね。でもそれが、他府県の人とか、大阪をあんま知らん人とか、スーパー頭で知らん人が聞いたらびっくりしはんねん。めちゃくちゃ弁当とかでも洋さん入っとって300円とかそんなんやねん。もうびっくりするぐらい出ないやで、あれがおもろいねんな、うん、スーパー頭では。ただな、その何ていうの、商品っていうか、その高級なもん置いてるからそれはないねん、うん、これはまあ頭での人が見てたら、お叱りを受けるか分からへんけどね。でも間違いない事実だから、ええもんを食いたかったらやっぱりライフとか、うちらの近所やったらスーパー万代かとか行かんといかんだけどね。これが大根です。大根に天出しをくぐらせて、大根おろしをたっぷりのせて、でこんな感じでいってみよう。暑いけどこれはうまいわビールうまいな。うん、これやっぱり天ぷらはやっぱりあれね、肉とかがメインいうよりやっぱり野菜やな。野菜とか海鮮類がようあるな。今日はエイとか買われへんかったんやけど、買われへんかったというか、フグがちょっとメインにしようと思ってたから高いし、もうエビいいか思って大根ね。うん、この野菜の天ぷらうまいわ見る、うまいな。もうこのフグか、フグまだやな、俺のもまだやな。うん、でその間に、あ、そうか、今入れて、骨残ってるフグをこう入れといたらいい。こんなね、フグもうそんな言うほどないやけどな、ちょっと入れてもか、こんな感じでね、もうぼちぼちええんがね、こっちのフグは。色的には、ええ感じじゃない？
色的にはええ感じやな。で、こう上げて、ちょっと上げとくかい。こっち今入れたとこやからな。で、置いといて、で、これは何で食べる？唐揚げやからすやな。ほんなら、やっぱり、岩塩でいこうか。これこれこれ。ほんなら、岩塩な。ちょっとやっぱり、これもついてんねんけど、やっぱ万人向けする味付けにしてるんやろな。だからちょっと薄いんやろな。こんな感じで、ちょっと塩振ってみました。これ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 。身があると思うんやけどね。うん。あ、小骨が、上品言ったら上品やねんけど、強行的にやんかったんやけど、よく焼肉とか、天ぷらでもやってんねんけど、サバあるやん。骨を取りましたよ、サバ。あれはほんまいいやけど、骨ないだけでほんまありがたいな。うん、ええわ。うん、骨がな、うん、うん、ふぐですな。ビール、うまいな。うん、こっちはどうする？こっち側はちょっとオーソドックスに、ちょっとこのままの味を楽しんでみるかい？うん、やっぱりこの、あんまりこの天え唐揚げか唐揚げの衣って味せえへんねんな。味薄くしてるんやろか。うん、うまい。今日は高級食材のフグ、うん、なかなかよろしいな。贅沢な晩酌でございますわ。これでビール、うまいな、うん、もうな、なんやか言うたらね、ちょっともうさっきフグ始末しようか。フグね、フグもう最後やから、もう入れとこう。あと2つしかないわ、フグ。すごいね、もうこれで終わり。はい、終わりでーす。うん、イカや、イカ忘れてるわ。イカ忘れてるわ、忘れたな。イカな、イカイカスルメイカ、これね、感じ。こんなんやっぱ売ってます？近くのスーパーで。たまたまうちの、あれがな、スーパーのこんなんあるんやろか。どこでもあるよね、ないんかな。ええ感じや、うん、最高やな、うまめ。ほいで、見れ、うまい、うまい、うまいな、うまいわ。ええけどもう唐揚げはできんだ。うわ、これちょっと揚げすぎか。ちょっとこれな、でこれ今入れたやつやもんな。ちょっと返しといて。もうなんか何トングとその天ぷら揚げるやつとこの食べるやつとなんかもう入り乱っていいだからもうええわ、どうでも。ほなこれどうする？唐揚げな、唐揚げやからこれね、もうそのままオーソドックスいこうか。あっ、あっ、ちょっとこれは揚げすぎてしもうた、失敗だ。うん、あ、これこれだ、これ、うん、今、うまいっていうか、うまいっていうか、やっぱ味音痴というか、あんまりこのフグとかの食材にあんまり合うてないんかもわからんけど、何だろう、なぜ根っからが貧乏人やから。んで、ここで塩入れようか。塩ね、塩ちゃーっとこうちょっとかけてみて、んで、いってみよう。うん、あくわ、ほら、広げるだけやん。ほら、骨とんのがめんどくさい。
うん、ビール、うまいな。先にもうな、フグ揚げてしまおう。あんまりな、揚げてしもたらさっきみたいにちょっとカラカラになってまうから、このぐらいがええ感じ。ええ色になってるやろ。ええ色、皆さん見てもらおうか。ほらほら、色的にええ色になってるやろ。だからちょっとこの天ぷらの出汁つけてみよう。で、軽くこうね、つけて、うん、ええもんやね。一応美味しくいただいてますけどね。あの、お肉とか野菜ほどの感動はないんやけど。そうか、フグか、ああいう感じじゃないけどな。フグさんに申し訳ないんやけど。ビール、うまいな。で、これがもう最後のフグやな。今日のメインディッシュのフグ。そうか、フグやってな。なんか無性にこうつけてしまうんだけど、そうか、これがフグか。実はフグってほとんど食ったことないから、どんなんかなと思って、今日フグにしようと思って、こうできる。うん、まくそうか、これがフグやったやな。ウィル、あー、そういうことで、もうフグは終わったから、これからもう野菜の天ぷらで楽しんでいこう。そういうことで、何も入ってない、何も入ってないから、ちょっと今日頑張ってさばいたこの玉ねぎ、これいこう。玉ねぎうまいよね。玉ねぎの天ぷら美味しいわ。これね、入れるやろ。で、これも何ていうの、爪楊枝にこう刺したから、これめっちゃええわ。玉ねぎいっぱい作ったね。玉ねぎいっぱいいよ。玉ねぎな、柔らかなったらうまいわ。これほんまにたまりませんで、こうやって、で、おいで、このイカ、いこうか、スルメイカ、スルメイカの食感をこう、なんかようさん塊ができたけど、ちょっとこうチョジャーにこうつけて、こんな格好でいっときましょう。うまいね、ビール。ねえ、さっきちょっとなんやかんやで言うたけど、皆さんやっぱりビール派、日本酒派とか焼酎派とか、あと何、ワイン派とかいろいろあるけど、なんていうの、僕の晩酌動画見て、晩酌してはる人っていうのは何派が多いんかなと思って、ふと思ったんで、何派かなと思って、またよかったらコメントに、私はワイン派やで、俺は焼酎派やとか、俺は日本酒派やとかでまた書いてくださいね。ビールばっかり飲む人っていうのも珍しい、僕みたいな珍しい。ね、言ってたよね、結構飲むんですよ。ワインとか日本酒とかも飲めることは飲めるんですよ。飲めるっていうか、別に無理して飲む必要ないやけども。飲むっていうか、嫌いではないよね。でも、どっちかというとビールが好きやいだけの話でね。だから、そこまで僕と同じようにビールばっかり飲んでる人っていてるんかな。またよかったら、俺もビールばっかりやねん言う人おったら、また応援コメントいただいたらお願いします。よろしく、すみません。ということで、イカと、イカね、イカが、もうちょっと細かいイカ、細かいイカはもうちょっとこうな、入れてしもって、こういうふうに入れて、で、こう混ぜて、混ぜて、混ぜて、ほいで、なんかこう、まとめて、こんな感じで、いってみよう。うまいねー。ビール、
うまいわ。このでも野菜の天ぷらとほんまやむすぎだな。アスパラいこう。アスパラトラ、アスパラは収まれへんから、収まれへんねんけど無理に見えな感じです。で、この何だよ、一番対角線上のここに立てかける、それともちょっとこう、あ、入ってない、入ってない、入ってない。で、この大好きなおネギ、これな、うまいわー。このネギ、ネギとこの椎茸を入れるの、椎茸も入れて、どれや、これがあの天ぷらの端、天ぷらの端でこうつけるのがいいんだけど、でネギもこう入れて、このおネギって予想以上に早くできたな。これは新発見やわ。んで、あのおネギね、おネギこう入れるよ。んで、この椎茸ね、入れてみよう。大丈夫か、入るか、ちょっとこうやった方がいいかい。よいしょ、いいかな。この玉ねぎなんかは時間かかるもんな。そうでもないんかな、この半分に切ってたら出来上がるんやろか。これでも今すごい色になってんねんけど、玉ねぎ、これこっちが、これ皆さん見ていただいた方がいい。裏今返したとこないけど、表は今ね、あの玉ねぎがこんな色になって、これめちゃめちゃええ色かもわからへん。あんまりな、揚げすぎたらいかんさかいに、この椎茸なんかは、聞こえましょうか。でかい。ネギやイカだね。で、イカ食べよ、イカ。もうイカ最後やろ。まとめていいや。イカね。イカまとめて入れて。このほんま、チョジャンのタレは便利やわ、これ。これね。こんながポイント。うん、最高やね。酒のあてにぴったりよ。これ嫌いよ、俺へのちゃうか、たぶん。うまいな。もうええ感じ。もうなんかこのあれじゃん、玉ねぎなんかええなって、うわー、これ絶対ええ感じやわ。玉ねぎ、これちょっとこっちどいて、玉ねぎってこれはええ感じや。ほんでこのナスとかなんかアスパラがくっついてもだろ。で、ネギとかは返しといて、で、この椎茸も返しとくか。で、この玉ねぎからいこう。玉ねぎかな、このちっちゃい玉ねぎどう、これめちゃめちゃええのなってない、ほら。こんな格好で。で、先にこれを取っとこう。これをっていうか、あの、つまようじね。これを取っとくやんか。で、ここにこう浸して、こんな色になりました。うん、あぶ、最高の歯ごたえの食感、たまらんの。玉ねぎ最高、うまい。玉ねぎうまいな。あ、さっきこのつまようじここで取ろう。つまようじな、ここで取って、つまようじここで取って、で、置いて、この玉ねぎを、歯ごたえやわ、これ。これ、抜群やわ。あの、なんつうの、感じに上がったね。うん、大成功。で、大根おろしを絡めていっとく。野菜の天ぷら、最高にうまいな。見る見る、この皆さんも何ていうの、こうやって一人で晩酌っていうか天ぷらとかせえへん。あの前にさ、なんかで、ね、コンパクトフライあるやんか、あれはほんま便利やねんけどね、あれはほんま小さすぎるから、こういう普通の具材とか入れるにはこれがぴったりやねんね。ちょっとアスパラできてるで、アスパラもあげとこう。でその前に、ああ沈んでもた、アスパラあげて、その前にこの玉ねぎと、玉ねぎね、これこれこれ、こうやってさ、即席の何だろう、天ぷら揚げながら晩酌したら楽しいで、あの楽しいですよ。自分だけが楽しいんやけどな。いとこ、うん、あんまー、玉ねぎ
うまいですわ、ビール。うまいなアスパラがええとして、これ何やった、あ、ネギや、ネギありすぎや、うわやばいなこれ。ちょっと待てよ、アスパラをさっきこう避難させて、でここに椎茸を置いといて、これネギや、うわネギちょっと揚げすぎたやな、これはちょっとアスパラもふにゃってもうた、ちょっと大量に野菜入れてもうたから、いかんな、アスパラ折れてもうた、アスパラ、うん、でもこのアスパラのほんまにあの食物繊維、食物繊維かな、あのほんまにええ歯応えするわ、シャキっていうかな、サクっていうかな、ええね、ビール。皆さんはこう家で晩酌するときは何しながらやってます？例えばこうテレビ見ながらとか、ラジオ聞きながらとか、あのこうやって僕のね YouTube を見ながらとか、まあそれは少ないか分からんけど、うん、ああちょっとな、持った感じで、でも柔らかい、ネギ、こんな白ネギね、ちょっとこっちが焦げすぎたかないう感じで、あれなんですけどね、慣れなんですけどね、ないやねん話で、あのおネギいっとく、うまいわー、やらかーって甘いわ、このお野菜、お野菜おーつけるない話でね、野菜の天ぷら最高、うまいなー、うん、ネギからいこう、ネギからな、うん、ネギ、ネギをこうチャラッと絡めて、ちょっと大根種不足してきた、後で補充するか、でこの天だしにつけていっとこう、ほら、うん、何言うてね、出てきた中身、あこれでいい、うまいな、うまいはええんやけど、ちょっとこの掃除、お掃除しましょう、お掃除、この天かすのお掃除やな、ちょっと天かす、あ、あの、なんていうの、あったらなんか残骸っぽいからな、もうええかい、なら椎茸はまあええとして、あれ大好き、ナスいとこ、あ、ナスと、ナスと大根は時間かかるやん、ナスとな、大根、大根は多分一番時間かかるんちゃう？箸がどれがどれか分からへんって言ったから、まず大根入れようか、大根が多分な、あのできるまで時間一番かかると思うね、だから大根を奥に入れて、でおナスな、おナスもさっき花開いたり開けへんかったりするから、どっちがいいんやろ、これ裏をこっち側を下にする方がええんかな、こうする方がええんかな、あんまそれ関係ない、ほいでまた大好きなネギとか、ネギね、おネギをこうチャラッとこうつけて入れよう、はい、いい感じかな、そこでこの椎茸の前に、まあいいか、椎茸先行こう、椎茸、椎茸もこれええ色に染まってんねん、染まってるというか仕上がってんねん、これこれこれ、で大根をこう上にこう傘の上にこう乗せて、のせるやろ、うん、でこう天出しに浸して、これでいこう、ほんまに野菜って柔らかなったらうまいね、うん、最高ですわ、ほいでビール、うまいな、うん、んで今、天出し追加してきたから、天出しに追加してきたから、いうことは次、大根おろしだよ、大根おろしもたっぷりこう入れて、もうね、このアホほど大根おろしを入れる、入れて、これをこう混ぜるでしょ、こう混ぜると見て見て、またこの大根おろしまみれの天出しが出来上がって、ほいでこの辺はちょっとな、私が、あ、おネギはな、そんなにやったらあかんねん、んで、この大根は返しといて、んで、ナスも返しとくやろ、このネギはな、やりすぎてあかんの、ほいで、さっきもあったから、ちょっとな、玉ねぎいこう、玉ねぎ、玉ねぎね、玉ねぎ、
玉ねぎうまいわ。玉ねぎってな、あの牛丼とかにも入ってるけど、玉ねぎほんまやらかなったらうまいやん、これたまりませんな。玉ねぎもう一個いっとこう。玉ねぎ、これこれ玉ねぎな、チャラッとこうつけてこんな感じです。で、こんな感じで入れると、もうなんやかんやで、このあのネギ、これはやりすぎてあかんじゃうか。もうええじゃん、これこれ、さっきやりすぎたもんな、さっきやりすぎたから。でもこれ色ついてないと、でも持った感じめちゃめちゃええねん。で、これね、ネギ、この極太の白ネギの根っこというのかな、ここに大根を絡めて、で、こんなが柔らかいぞこれ。いとこ、また出てくるか。うん、柔らかい、やっぱり中身出てきたし、これうん、ほんま野菜の天ぷらって、そやな、安上がりではないんか、野菜高いもんな。ほんま野菜の天ぷらうまいわ。あのどっちかで肉以上にうまいかも分からへんな。うん、ビールうまいな。うん、ええ感じや。で、玉ねぎ返さなかんで、返しとくで。これ何、これ玉ねぎやな。で、これは大根、大根時間かかるもんな。で、お茄子はちょっと返しとく。お茄子ね、お茄子なんか、あ、ええんかな、これ。お茄子、お茄子どう、これ皆さんどう思います、これ見た感じ。ちょっと待ってね、お茄子ええ感じやな。揚げすぎたらいかんもんな。これ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 、こんな感じで、裏こんな、ほいでこうつけて、で、あの天出しに浸して、うわええ感じやかもわからん。やっぱりな、焦げ目までついたらいかんのかもわからんな。ほら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 、こんな感じで、表こんなんでかじったろ。うん、ほら最後よ、うまい。うん、ナス最高ビール、うまいな。うん、あーうまいな、晩酌はほんまに。このさっきも言ったようにね、高校生の人とかも僕の動画見てくれてはるんやったら、どうも、どうだろう、そこでは僕よう聞かなかったんやけど、高校生にしてみたらどうなんやろな、このおっさんの、ああ晩酌やってみたいなっていうふうに思われてるんやろか、それともなんやこのおっさんとか、なんか一人でムダムダムダ喋ってんなーっていうふうに思われてるか、その辺がどう思われてるのかちょっとこう心配というかな、うん、聞いてみたいなと思うんやけどもな。うん、まあまあそれはええとして、あ、じゃあ大根一番時間かかるから、もう最後の大根入れとこ。大根が多分時間かかるね、これな。大根が時間かかるから、大根ね、低温にしてあるから、だから大根は一番時間かかるから、こう入れとこ。ほいで、あ、これどう、これ切れへんかったらあかんから、ネギのこんなとこ、これなんもないの全部あれやな、なんていうの、このつけへんから、これでええか、なんていうの、アスパラみたいに、これでええかな。もうこれで入れてみよう。よし、これでこの部分は素揚げになったけど、もうええか、もうドライがしてくれ、勝手に上がって、ええかい。今何入ってんのこれ、これ今ネギ入れたとこやろ。で、こう返しておくか。これ玉ねぎ、あ、玉ねぎ3つ入ってるのか。で、玉ねぎ、あ、これ玉ねぎの端っこのところもできてんじゃん、これあんまり揚げすぎたらいかんからな、色変わって。これ大根かな、大根、あ、そうか、大根時間かかるからやって2つ入れたよな。これはええ感じ。で、これのここでこのつまようじ外して、で、これが玉ねぎの横のところで、わあ、ええ感じがサクサクなってんじゃん、これこれこれ、こんな感じで、うわ、落ちた、ははこんな感じです。玉ねぎの天ぷらで、大根の四角上に乗せて、こんな感じでいっとこう。
これは間違いないわ、めっちゃうまい。うん、考えたら玉ねぎの天ぷら嫌いな人いてるんかね。これでビール、どのタイミングでビールやる。なあ、要はあれやん、アレルギー体質とかなんやかんやでその何、卵は食べられへんとか言うし、いいけど玉ねぎもやっぱり食べられへん人もいてるんやろかな。まあその辺分かれへんけど、なあ僕はありがたいことにあんまりね、その食べ物に対するアレルギーとかいうのはあんまないんですよね、僕。うん、ほんまに親父とおかんに感謝せなあかんねんけど、食わず嫌いはね、言うたったり納豆は昔あったんやけどね、この玉ねぎもできてそうやな。でちょっとこの爪楊枝を外してこのネギなんかはそんな時間かねんじゃん、これこうやってるもん。ていうかあんまりこっちが揚げたらあかんから、こう揚げといた方がいいから。大丈夫？こうしてる方がいいから、ちょっと半分つけて半分、大丈夫か。それか今玉ねぎだと、玉ねぎやな、玉ねぎ、これもええ感じやわ。ほれ玉ねぎの天ぷらええ感じ、大根たっぷりで玉ねぎです。うまいな。うん、うまいよろしいわ。うまいな。で、これがちょっとやばいか、このネギ、これがやばいな。これは揚げとかなからな、こっち側はないの。大根か、大根は時間かかるもんな。これやこのネギがな、このこっち側は素揚げやもん。素揚げやからあんま柔らかなりすぎたな。うわー、ふにゃってるぞこれ。ちょっと待ってよ。ほらこんな格好でもうふにゃってます。このね、ここのところはその何の引くやったっけ、吹きやったっけ、なんかあれやね、硬いから要は揚げなあかんねんけど、もうこっちの青いところなんかほんま素揚げでええもんな。素揚げでええんやけど、今何やってんの、こう端つかまれへんかったから。でこれを一口でいってまうか。これうまいわ、めっちゃ甘いな、最高、ネギの天ぷら最高。ビール、うまいな。大根入ってるから、あとちょっと椎茸とかちょっと入れとこうか。椎茸な、これね、椎茸は結構できるの早いかね、椎茸ね。椎茸くんを、こう入れて、んでこれをこう裏返す方がええかい。んでこっち側も椎茸くんをこうするかい。ほいで最後のアスパラ入れようか。アスパラね、最後こっち、あ、こっちちゃうわ、こう、こっちか。どうしても衣の硬い、衣ちゃうわ、硬いところの方をつけといた方がええもんな。こうやって、これはでも入れへんぞ。入るかい、ちょっと曲がって入るか、曲がった、いける、いい、よし。で、この大根なんかはどうや、こっち、さっき入れた大根なんかできてきちゃう。うわぁ、ええよ、これ。こっちの大根、こっち側返しとこうか。大根はね、時間があるから。で、アスパラ入れといて、ちょっとこの椎茸を返しとこうかい。椎茸返しといて、で、この大根、これ。これね、できました、大根、こんな感じ。大根に天だしつけて、で、大根おろしのせる、大根まみれっていう感じで、いっとこう。うん、うまいね、うまい、うん、これはうまいわ。うん、歯ごたえはサクッっていうしなり、しなるっていうかな、ええ歯ごたえね、大根のな、この旬でるような。
熱っ。熱っ。天ぷらは熱いよな。ほんま、天ぷら、あの底揚げ天ぷらやったらみんな先言うとくわ。あの、口の中やけどするで。それでもな、うまいけどね。食べとこ。大根落ちたから入れとこ。ビール。うまいなぁ。もうええ感じ。このアスパラなんかはあんまり揚げすぎたらいかんかい。で、しいたけくんはこう返すやろ。で、大根も返しとくかい。大根も返しとく。このアスパラなんかはもうええかい。アスパラとかで返してないけど、もうええんかな。こんなん。アスパラってな、ええんかな。何が言いたいのよ、わからん。アスパラね。アスパラ。こんな感じのアスパラええ感じで、あ、柔らかいわ。めっちゃ柔らかい。ふにゃっとこの折れてもうた。で、これをこう、裏返して、先っちょまで行ってもらおう。アスパラもうまいな。うん。お前、野菜の天ぷら最高やで。あの、みんな肉ばっかり食うとったら豚っていうか偏っていくからええわね。野菜も食わなあかんで、そういう時に野菜の天ぷら最高やから。ビール、うまいね、うん、これでも天ぷらってさ、確かにめんどくさいってのもあるんやけど、でもやりだしたらこれほんまたまらんよな。うまいわ。うん、ええ感じやな、ほんまに。椎茸くんがあんまり やりすぎたかん。このぐらいでいいんかな。で、あ、落ちてん。椎茸くんね。んで、大根もええ色に仕上がってんねんけど、でも絶対椎茸の方が早よできると思うねん。だから多分椎茸の方が早よできるから揚げといて、ここで、あ、そうか、椎茸のこの肉詰めとかやってもこれ美味しいんじゃん。ここにね、お肉詰めて。今回はこれ椎茸だけやけど、でこの椎茸の裏側に大根をこのもろ乗せて、この椎茸大根詰めみたいな隠れ具が、うん、椎茸の大根詰め最高。見る、うまいなぁ。で、椎茸いこう。椎茸な、椎茸、椎茸うまいなぁ。これこれ、椎茸、椎茸の、何やった、大根のせ、大根詰めか。もう裏返して大根をいっぱいのせる。また大根補充せなあかんからな。いっとこう。うまい、ビール。うまいな。もうこの大根揚げといた方がいいか。これな、もういい感じ。それで入れる前に、まあさっき入れようか。玉ねぎ、玉ねぎいこう。玉ねぎ美味しいもんな。玉ねぎなんか開いていたぞ。ええか、こう玉ねぎね。玉ねぎをシャラッと入れて、この最後の玉ねぎや。これね、玉ねぎ、玉ねぎこう入れて、なんか玉ねぎ立ってしもてるし、大丈夫、君ちょっとこう横なって、はい。んで何する。あー、このナスいこう。ナス、おナス、おナスね、おナス熱いっちゅう。おナス、ナスあれやな、あんまり今日切り目入れてんやけど、あんま花開けへんな、なんでやろ。キーワリングじゃないか。まあこれをこっち入れような。で、いい感じかい。あ、大根やな。大根の前に大根を補充しよう。大根の前に大根補充。大根、皆さん大根おろしで、え、大根おろしでちゃうわ。大根この吸ってます、皆さん吸ってますっていうか、あれね、切ってあるネギとか売ってるけど、さすがに大根おろしは売ってないもんな。うん、大根おろしで売ってんのかな。大根は自分でそらんとしゃあないもんな。これ大根ね、
大根でーす、うん、大根たらっとこうつけて大根をこのなんつうの大根まみれにして食うてまう。これ美味しそうに見えてます。うん、美味しそうやね。美味しそうやね。美味しいよ。うん、やってる本人はめちゃめちゃ美味しいからね。うん、ええ感じ、ええ感じで、大根、うまいなぁ。ほんま大根の天ぷら最高やわ、これ。ビール。うまいなぁ。もちもち返しぐ。これ何やった？玉ねぎか。玉ねぎは時間かかる？もうちょっとかかるかい？でも返しとくか？一応。なぁ、これが、お茄子でしょ。で、これが、玉ねぎやろ。返して、ほいで、あ、椎茸ね、椎茸。椎茸が、椎茸一番早できるもんな。椎茸と、あー、これあったまだ。白ネギ、これ一番うまいわ。これ最高。白ネギの皆さんって、白ネギの皆さんっていうか、白ネギ天ぷらってうまいで、これ。うん。これはええと思う。おすすめできるで。で、椎茸くんと白ネギくん、入りました。ゆっくり温まってやー。ちゅうことで。で、一番この中で早できるのはどれや？椎茸か？白ネギか、多分こっちどっちかやな、これな。うん、そういうことで、なら、ちょっとこの辺、会食、なもらんの早いから。ねえ、こういう、天ぷら鍋あったら便利やんか。で、なんていうの、これ、ね、IH、自動で温度調節してくれるやんか。こんなん便利やと思えへん？うん、一家に一だったらほんまええと思う。うん、あー、匂いたまらんわ、ほんまにこれな、うまそうな匂いやわ。これはお茄子、お茄子もうちょっとか。で、これは玉ねぎもうちょっとやな。やっぱりきつね色になってるのがうまそうやんな。うん、皆さん、あれですか、天ぷらやろ、焼肉やろ、それ以外になんか晩酌でおすすめのもんってあります？僕、晩酌動画あげてるやんか。だから、まあ、パッと思いつくのは、その、一人焼肉とか、その焼き芋やね。ほいで、なんつうの、まあ、天ぷら。ほいで、この間初めて、お好み焼きやったやんか。あれ、ほんまにな、前からやりたいなと思ってたけど、たまたまスーパー行って、そういうお好みセットみたいなのあったから、あれはええなと思ったけど、なんか他に、なんつうの、お惣菜もやったけど、それ以外に、こんな晩酌ええどーとか言うて、俺はこんな晩酌やってんねん、私はこういう風に晩酌やってねん、いう、またアドバイスあったら、またいろいろコメントくださいね。あきぼう、こういう一人晩酌の動画作ってくれよなったら、またリクエストしてね、お待ちしておりますんで、よろしくお願いします。つうことで、もうええ。ちょっと返していくかい。この辺返していって、これが玉ねぎやろ。で、これも玉ねぎやな、最初。で、これおネギやからちょっと返しておいてもらって、これは椎茸やな。椎茸返してもらって、仲良く皆さん油に入ってや。いい感じかい。これが多分一番早いと思うねん。もうええんちゃう？この白ネギは。あんまりやったらいかんからな。これ、色つくまでやったらいかんから、この椎茸だってもうええんちゃう？このぐらいで。お茄子とかな、玉ねぎがちょっと時間かかるからあれやけど、これは多分ええ感じだと思うね、おネギ。ちょっと硬いかな。白ネギのこの、茎の部分よう分からん。なんか言うとね、お前、菊やないかい、茎やないかい言われたかって、物覚え言われるから、許してね、失礼しました。ということで、いっとこう。ネギ。うん。ええ、歯ごたえ残ってるわ。うん、ただちょっと揚げるの早すぎた。硬かった。ビール。うん、こっちの椎茸も
そういう意味ではちょっと早いかな。あーでも椎茸持った感じ柔らかいんやけどな。これがもう椎茸最後かい。椎茸な、椎茸柔らかいんやけどな。で、大根おろし攻め、大根おろし、大根おろしくん入って、大根おろしでこう入ってもらって、いったかこの椎茸が一番できるの時間早いかもこれな。柔らかい椎茸甘いわービールうまいな。もうええじゃん。ナスももう解食。これね、玉ねぎや、玉ねぎも解食か。玉ねぎも返して、もうええこれやな。これんでこの玉ねぎなんかええ色ついてんじゃん。これ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 。んでこれはあのおナスやで、おナスもちょっと揚げとく、こう揚げとく。んでどうする、この玉ねぎもええ感じかな。ちょっと揚げようか。で、どれからいく？こっちの玉ねぎかい？なんか、周りがふにゃーってなって、もう取れそうやねんけど、取れてるやん。ちょっと待ってや。これ、こんな感じでやったんほら、なんかもう周りのこの皮が取れてるから、ここのちょっとこう、つまようじをこう取って、んで、周りの1枚目だけ取れてもうた。1枚目取って、取れてもうた。柔らかっ。んで玉ねぎ、甘いわ。なんかバラバラになった。あくビール、うまいな。今さ、こう天つゆ補充してきたんやけど、天つゆに補充してきたらまたな、大根おろしやか、大根おろしな。ほんまに今日、もう全部入れたろ、全部入れてもこんなもんで、どうなって大丈夫かい、大丈夫入った。これで大根おろし全部やな。なんかもう大根まみれいう感じで、ええー、感じやね。ほらほらほら、大根まみれ。で、これを、まずはほら、どっち行く？この、ナスやな。ナス行って、うわ、パリパリになってるわ。うわ、ちょっと待って。ええー、感じ、おナス。うちそうや。んで、こう、添えて、おナス。うまいなー。いっとこ、あ、ビールよ、またないわ。ビールいいよ、うまいね。そのナスの天ぷらってさ、ほんまね、なんていうか、サクッと仕上がってるというかな、中身がこう柔らかいっていうか、これうまいなー。ビールうまいわー。玉ねぎ、あ、あるやん、まだ。椎茸あったわ、まだ。最後の椎茸あった。最後の椎茸ないと思ってたら、なんか、あれとか思って。あったあった。ちょっと待ってよ。椎茸。椎茸はな、そんなに時間かかれへんからな。このままこう入れとこうか。はい、っとけー。んで、この、なんていうの、つまようじをこう取って、で、最後のこれは、玉ねぎ。こんな格好の玉ねぎでございます。玉ねぎの天ぷらはうまいで、柔らかいで、サク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 の大根おろしを乗せて、こんな感じでいこう。うまいよ、うまいうまい、うまいなぁ。うん、で、なんかバラバラなにしてるから、この玉ねぎどうする？いけるか？いけるな？いとこ、いとこ。
玉ねぎ。うまいな。ほんま最高にうまいわこの天ぷら。野菜の天ぷらな。見る。うまいわ。ほんまにな、今日のメインディッシュはフグや、フグやな。フグの唐揚げやってんけど、あれよりほんま野菜の方がメインディッシュになるわ。うん。フグはほんまどっちかだ。ちょっと物足らんかったというか、やっぱりね、白身魚みたいな感じだったから、それのこう、なんていうの、量があったらええんやけど、どうしても、フグって高級なんやろな。やっぱりこう、ちょっとこう、食うていったら、何を食うてる感じって言ったらいかん。やっぱ骨ついてるからな、めんどくさい食べんのが。まだどっちかだと、鶏の唐揚げ食べてる方が、満足したと思うわ。そんだけ僕が多分貧乏人なんかも分からへんよ。そこで高級食材を僕に求められても困るからね。でも言うてるように最近ちょこちょこいただくんですよ。秋坊、これうちの特産物やから食べてみとかね。またそういう人言ってたら、いつものごとく概要欄にうちらのオフィスの事務所載せてるんで、じゃんじゃん何でも送ってきてくださいね。ゴミ送ってきたらあかんで、ね、食べれるもんやったらお待ちしておりますんで、よろしくお願いします。ということで、もう椎茸いける、これ。もうええ感じやな、これ。椎茸くん。椎茸くん。この、何だろう、ネット、置くところ、これ便利やね。何だろう、油切る紙、あれいらんからな。こうやって置いて、で、最後の椎茸な。野菜の天ぷら、最後の椎茸、いっとこう。椎茸くんでございます。こんな感じで、僕、椎茸とか言うてるかもしれんな。何を言うてんねん、いう感じで。こうなんつうの、天出しにこうたっぷりくぐらせて、で、なんかさっき玉ねぎの残骸も乗せていっとこう。やらか、うん、やらかいし、この椎茸でかいよね。一口でいかないかった。いっとこう、椎茸。うまいわこの椎茸。このベストで、ベストちゃう、ナイスタイミングに揚げて最高やわ。やらかいわほんまに。この大根のそのおろしの大根最高、うまいわ。これでビール。いやー、なくなったまだ。今日もほんまに一人晩酌。フグをメインにしようかなと思うんだけど、まああんまりどっちかというとなんかこうやってみて野菜がメインになってもたわ。でもね、野菜の天ぷらの晩酌うまいな。うん、皆さん、メインのお肉とかまあそんなんもええか知らんけど、このいろんな野菜の天ぷらで晩酌、これまあ今日は天ぷらやったけど焼いてもええんちゃう、野菜だから。いろんな野菜での晩酌もこれも楽しいと思うで。そういうことで、またいろんなリクエストあったらじゃんじゃんコメントしていただいたら噛み合わせるのでお待ちしておりますんで。ということで、ね、皆さんいつもながら長々ご視聴ありがとうございました。ということで、ね、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではただ Twitter と Facebook、それと最近ブログもやったんで、よかったらそっちの